とは乾かすだけですね。こんな感じです。はい、それでは紅花染めの紹介をします。紅花染めは伝統的な技法なんですけども、ここではあくまでも科学実験として紹介します。これが紅花染めの作品なんですけども、これは木綿のハンカチですね。絞り染めっていうんですけども、ぎゅっとこう絞ったところに染料が入らないのでこう模様になるというやつですね。ちょっとピンクが薄いんですけど、これちょっと古くて色がちょっと抜けちゃってるんですけどもね。これこっちが比較的新しい方です。でこれはウールなんですけど、毛糸ですね。ちょっとオレンジ色に見えると思うんですけども、正しい方法をやるとですね、もうちょっとこう赤くなると、うまくやると本当に真っ赤かの染め物ができるというものです。紅花という花なんですけど、これが花の、ドライフラワーですね。こういうものですね。ちょっとトゲトゲになってて、ちょっと指で刺さして痛そうなんですけども、この花の先にですね、花びらがこうあって、まあ、これ花が花開いてたのがしぼんで、それをこうつまんで花びら、これを染料にするんですね。先っちょ、末の方に花がついてそれを摘むというので末摘花と、源氏物語でもね有名ですよね。こちらが紅花の種です、ね、でその花びらを摘んだものです。花びらですね、赤というよりは少しこう茶色がかった、ちょっと暗い紅色ですね。この紅花に含まれる染料の話なんですけど、主に2種類、水に溶けにくい成分で、いろいろですね、いわゆる紅の色を出す、名前がですね、カルタミンとカーサミンとも言うんですけど、実はこういう鏡台がありまして、いろんな繊維種類ですね、木綿ですとかナイロンですとかね、これ化学繊維だとか、毛糸とかね、アクリル絹とかね、そういうのが一緒に織り込まれているそういう、鏡材があるんですけども、それぞれのこう繊維の種類によってこの発色の仕方にこうバラエティがあるということで、染料としても結構魅力的な鏡材です。でこっち側にも実はあるんですけども、これが水に溶けやすい、正式名称はねサフロールイエローって言うんですけど、水に溶けやすい色素なんですけども、こちらはこちらでまた色のバリエーションがあるということで魅力的な教材であるとも言えます。染め物に入りたいんですけど、まず染料を取る前にですね、作業があたふたしないようにですね、先に、染めるものですね、こちらに木綿のハンカチーフ、ね、染色用のものなんですけども、これをまあそのまま染めても、きれいに染まるんですけど、どうせだったら柄が入っている方がいいということでね、よくやられるのが絞り染めというやつです。こちら途中までやったやつがあるんですけども、これ実はビー玉なんですね。このビー玉を、タコ糸ですとか、まあ輪ゴムなんかは簡単なんですけどもね、こうビー玉をくるんでやって、こう輪ゴムでこう絞ってやると、まあ、要はこの輪ゴムできつくこう縛られた部分ができますよね。じゃあそこのところに染料が入りにくくなるので、その部分が染めた後にラインになって見えると、コントラスト、白いコントラストになって見えるということですね。まあ、単純にこうただこう絞るだけ、縛るだけでも模様がついたりとか、あとよく花笠模様っていうんですか、花がこう開いたような、傘が開いたような模様ですね、これがちょっと近いんですけれども、ハンカチをこう絞ってタコ糸をこうかけるとですね、そうすると染めた後開くと、そこの部分が柄になって、きれいなこう花が開いたような柄になるというのもあります。あとこんな風にですね、これを実は割り箸でこの布をこう挟んでですね、輪ゴムでこう留めてて、こうですね、挟んでですね、やっぱりここのところに染料が入りにくくなってるんですね。これあとやっぱり開くと、これはちょっと違うパターンなんですけども、こうやって幾何学的な模様が
こうコントラストになってこの模様ができるというそういうものです。では、先にあの染めるものを染めたいものを用意しておいて、その後、染料を取る作業を紹介します。これはあのボルケレでも構わないんですけども、あのサラシコの歯切れなんですけどもね、ここに、紅花の花びらの部分ですね、これ乾燥させてあるんですけども、これをくるみまして、とここは漏れないように紐か、まあ、輪ゴムが簡単だと思うので輪ゴムをおすすめしますけど、要はここでまずあのこれバットなんですけどね、水が入ってます。ここでまず水に溶ける成分を先に、揉み出してしまうと、いわゆる揉み出しですね、ショッキングピンクになるこの赤い色素の方はですね、水に溶けにくいんですね。で、まあ、色の雑味っていうんですかね、ちょっと黄色っぽい方の色がその、発色をちょっとこう邪魔をするっていうんですか、あのちょっとぼやけた色になったりする時があるので、この黄色の色素、水に溶けやすい色素をまずこうよく揉んでですね、こう抜いておくと、黄色い色素を抜いておくと。もちろんこの黄色い色素自体もきれいにあの、単独では染まるので、サフロールイエローっていうね、そういう色素成分なんですけども、それはそれで、これはあの別の時に取っといたものなんですけども、これはこれであの木綿ですとかですね、絹に染めることができます。ひとまずこれで何回か水を変えてですね、まあ、水道で流水でやれば一番早いんですけども、ちょっと撮影の都合上このバットでやりますけども、これを繰り返して染料を取って、あの黄色い染料を抜きます。はい、あの一度水を捨てて、またきれいな水に変えてきたんですけどね、まだ出ますね。これがあんまりこう出なくなったらいいんですけど、水に溶ける成分をこうやって抜いていくと、これを繰り返します。はい、これであらかたあの水溶性のサフロールEAの方大体抜けたと。でこの次にですね、今度は水に溶けにくい成分で、カルタミンの方ですね、この赤い色素の方を抽出します。水には溶けにくいんですけど、成分がいわゆるポリフェノールですね、の形をしているので、アルカリを加えるとそちらの方に溶けてくるんですね。その性質を利用します。フェノールはあのアルカリと塩を作るので、水溶性の塩を作るので、まあ、そういう酸と塩基の性質を使う、活用するということです。こちらにアルカリの炭酸カリウム、昔はあの草木灰、草木灰を使ったんですけども、炭酸カリウムをちょっとこう浸すぐらいですね。アルカリなので手荒れしやすい人は手袋をした方がいいと思います。このようにですね、いっぺんに加えるのではなくて少しずつ加えて、先ほどの色素とちょっと色似てるように見えますけど、このアルカリの成分によって出てきているのはカルタミン のアルカリ塩です。水溶液と水液の方に溶けるわけですね。これをただひたすら、加えながら少しずつこう成分を水の方にこう出していくと、まあ、抽出していくという作業になります。ね、まあ、根気よくこのアルカリを加えては、炭酸カリウムを加えては赤い色素、紅色素をこう揉み出すという感じになりますね。はい、だいぶできりました。赤黒い色素がだいぶできて
最終的には仕上げで炭酸カリウム水液で仕上げとして色素を絞り切ります。はい、こんな感じですね。一応中見てみますか。ここを外して、はい、まあ、こんなもんですね。それでは次は染色になるんですけども、先ほど絞りを入れておいたハンカチを抽出液の原液に浸します。黄色っぽいですよね。この後実はこのアルカリ水溶液ですね、カルタミンがアルカリ塩として水に溶けてるんですけど、その色素が酸を加えることによって比較的強い酸ですね、クエン酸なんですけども、カルタミンよりも強い酸を加えるとその弱い酸が追い出されてしまうと、まあ、科学的にはね、弱酸の遊離っていうんですけども、遊離した色素が繊維に絡みつく、まあ、固着するというのを利用しています。まあ、科学的な操作なわけですね。ちょっとこの色の変化を見ててもらいたいんですけど、これクエン酸ですね。で、炭酸塩なので、カリウムがですね、カリウムの炭酸塩が中和されるとこの通り、CO2 の発泡が見られるわけですね。で、このちょっと中和しているところがちょっとピンク色になっているのが分かりますかね。中和されているところね、ちょっとこう見えにくいかもしれないですけど、ここですね、赤くなってきましたよ ね。で、まだアルカリの力が強いところはこうまだこう黄色っぽいわけですよ。中和したところから酸の遊離が起こって、カルタミン色素が繊維の上に絡みつくということが起こります。弱酸の遊離というやつですね。はい、この泡はですね、この発泡が見えなくなったところで一応中和点になるので、まあ、それを泡の出方をこう、まあ、手のひらの上でね、こう、まあ、すくって発泡が起こるかどうかを見ながら、あまりこう加えすぎても無駄になりますんでね、発泡が止まったところが一応中和点かなと。こうですね、色のコントラストが出てきます。はい、それではあとこれを中和を完了させて、まだ泡が出るのでアルカリが強いということになります。だんだん穏やかになってきました。はい、もうアルカリは調和されているのでゴム手袋をしていません。色濃く染めるにはですね、これを水洗いをして空気に一回さらしてですね、でまた染液につけると、でまた水洗いして空気にさらしてを何回か繰り返すと比較的色濃く染まるようです。はい、これは流しでもすでに色素を洗い流してるんですけど、あとはこれを紐をほどいたり輪ゴムを切ったりですね、絞りを開くだけなんですけど、流しがない場合はですね、こういうようにですね、水に溜めておいてその水の中で絞りを開くと、そうしないとですね、こう染液が残ってる状態で開くと、このせっかくのこう白く色が抜けてるところに染液が色素が入り込んでしまうので、何のためにこう絞りを入れたか分かんなくなっちゃうということになります。ハサミかカッター使うんですけど、布を切らないように落ち着いて研いでみてください。はい、こんな感じですね。さっき割り箸で挟み込んでいたのがこれですね。まあ、こういうちょっとこう幾何学的な、まあ、大した柄じゃないですけど、こんなのになると
ですね。まあ、同じものはできないのでね、微妙にこう柄が違ったりするのがまた染め物の楽しみでもあります。ね、じゃあもう一つの方ですね。こっちは結構きつくしたので、ちょっと手がかかるかもしれません。ですね。このビー玉をこう絞ってたところですね。こう絞ったところがちょうどこうまん丸く、まん丸ではないか。で、あの色が抜けてると、色がつかない部分ができるということになります。この時こう布を切っちゃう時があるのでね、慎重にこうやってもらえればいいかなと。もちろんこう流しでね、こう流水でやるのが一番いいんですけども、今ちょっと撮影のためにですね、あのこのバットの上でやってるんですけども、ついついこう上に持ち上げて溶いているので、染液が中に入り込む傾向があります。ですね。あとここ開くだけですね。さっきこれ結んだだけなんですけど、あまり硬くするとですね、ほどけなくなる時があるので、ね、ちょっとこうぼやっとした感じの柄にしかならないんですけども、まあ、これも味かなと、ね、これはこれは花傘のようになるはずなんですけど、あまりさっき丁寧にやらなかったので、ちょっと黄色い染料が残ってるのが分かりますね。これを本当は流水にさらしながらやるという感じになります。こういう感じですかね。ね、花のように柄になるというと思いますね。あとは乾かすだけですね。こんな感じです。一回止めます。はい。紅花染めの紹介でした。まだ乾いてないんですけど、こんな感じです。先ほどの多線光色風ですけど、教材ですね。繊維によって発色の仕方がだいぶ違うことが分かります。一番上が綿ですね。ナイロン、アセテート、ケイ、レーヨン。レーヨン結構ショッキングピンクに染まってます。絹はおそらくサフロレーノが残ってる関係もあるんでしょうね。ちょっとオレンジ色っぽく見えると。合わせて紹介します。